3回目のエポキシが硬化したところです。FRP を施して2回エポキシを塗って、そして、サンディングして3回目を塗った、こういう状況です。削ってからエポキシを塗っているので、重量は、ほとんど変わっていません。で今日も、サンディングしてで、4回目のエポキシを塗っていきます。ただね、今日これから雨が降る予報なんですよね。今桜がもう満開ですけど、で、明日は、もっと激しく降るので、作業できるのは、今日、今日一日です。明日は作業できません。それで、今日は、サンディングをしてエポキシを塗りつつ他の作業もやっていきます。でないとね、追いつきません。もうかなりの遅れが出ている。他の作業っていうのは、船体と船体を左右の船体を、結合する、支柱を作ること、それからここにジョイント部がありますけど、ジョイント部は、開閉式に、横開きで開閉式になるんですけど、それを固定するロック機構を作らないといけません。その作業を、今日は、同時並行でやっていこうと思います。まずはこいつかな。スポイラーにベニヤ板を貼り付けました。ここがね、スポイラーなんですけど、ここを保護するためにベニヤ板を貼り付けたのを、形状に合わせて切り取っていきます。次はサンダーの改良、よいしょ。このね、自作のサンダー、電動ドリルに装着して回転させて船体のエポキシを削るとバタつくんですよ。でね、転がる、車輪のように転がってね、で暴れるんですよ。だからこれでかすぎんのかな。まあもうちょっと小さくしないといけないね。で、コメント欄でアドバイスをいただいた通り、スポンジを買ってきました。というのはね、ここが硬くってこうガタガタするから、こうペーパーを押し付ける力が、偏ってしまって、それに対してスポンジをこのディスクの面に貼って、でスポンジの上から、ペーパーを貼り付けるとスポンジがガタつきを吸収するので、そのペーパーを研磨面に均等に押し付けることができる。そのためのスポンジです。うまくいくかどうかちょっと試してみよう。スポンジを貼り付けるとここが届かなくなるので、だからあれかな、ちょっとこいつを小さくした方がいいよね。小さくしよう。
切れんぞ。切れん切れん。カッターでやるしかないか。座布団みたいだ。さあ次は、防塵マスクと防塵メガネを買ってきたので、こうしてで、こんな感じ。さあどう。やりやすいね。明らかにやりやすくはなりました。でもやっぱコツがいるね。こう平らに押し付けちゃダメ。ちょっと浮かせ、端を浮かせてエッジで削るイメージかな。いや違うよ。違う。ギュッと押し付けた方がいいんだ。ギュッと押し付けて圧着させた方が暴れない。ほらこうやるんだよ。ギュッと押し付ける。そうだよ。そうするんだよ。